そういうことでです。そういうことでじゃない。なんか前の動画と続きで言っちゃいましたけど、昼間ね、ドローンの動画を室内でちょっとやってたんですけど、雨が上がったらですね、外の近くの公園に飛ばしに行こうと思ったんですけど、結局夜まで降ってたので行きませんでした。でですね、今はちょっとディナーをですね、今日はお世話になっているホストファミリーの親戚の子供たちが来てて、2時間ちょいぐらいですね、一緒に遊んでて、まあ子供が2人ですね、男の子が下が2歳と上の子が6歳かな、5歳か6歳かで、ずっとですね、もう遊び相手になってて、サッカーやったりとか、バドミントンをやったりとか、ドッジボールやったりとか、あとは僕がね、お土産で持ってきただるま落としのね、なんていうのかな、カラフルな人形があるんですよね、それをやったりですね、あとはもう家の中の階段をですね、永遠にこうサッカーボールを持って上り下りしてですね、もうめちゃくちゃ体力持ってかれてですね、まあ本当に楽しいんですけどね、めちゃくちゃ楽しいんですけど、で、しかも、まあ、ヨーロッパの子供なので、金髪で、めちゃくちゃ可愛いんですよね。なんか本当にもう下の子なんて2歳なんで、ほとんど赤ちゃんみたいな感じで、もう、プニプニだしね、ほっぺたとか。めちゃくちゃ可愛い。もう触りまくっちゃいましたけどね、可愛すぎて。とはいえ、やっぱりもう、おじさんと子供ではパワーが違うので、これをですね、飲んでみたいなと。今日のタイミングでね、別にやろうと思って買ったわけじゃないんですけど、これは、一昨日かな？一昨日買ったやつかな？スーパーバリューっていうね、スーパーで。1ユーロで売ってたエナジードリンクみたいなやつかな？エナジードリンクもどきかもしれないけどね。怪しいね。めっちゃ怪しい。どこだこれ？特に書いてないかな。あ、アイルランド、UK かな？ UK っぽい。ジャブリン、アイルランド。工場がアイルランドで、会社自体は UK っぽいな。まあ、とりあえずちょっと、まあ、こんなタイミングなんでね、もう めっちゃ疲れてるんで、飲もうかな。エナジードリンク、飲んでみます。1ユーロだから、120、30円か、120円ぐらいかな。どうなんだろうな。ちょっと冷やしてないっすわ。美味しいよ、でも美味しいですけどね、エナジードリンクではないっぽいな。カーボネーティッドドリンクって何？タウリンか、アンドカフェイン、アンドビタミン、やっぱりでもエナジードリンクっぽい原料だな、こうやって見てみると。ちょっとでもエナジードリンクの味ではない、明らかに。あとレッドブルとか、あとなんだ、スタバのやつも出てましたっけ、なんかエナジードリンクっぽいやつ、ああいう感じの味ではないな。ちょっと酸っぱい普通の炭酸飲料のジュースみたいな感じ。いや、まあとりあえずそんな 何にも特にネタとしてはない土曜日の夜です。まあ雨なんでね、今日は外に出れなくて、で、旅行もちょっと今週はやめたので、家で動画編集したりしてました。また今度ね、子供たちが来たら、こう、今日でね、2回目なんですけどね、会ったのは。まあなかなか一緒に遊ぶにはパワーがいりますけど、まあ次来たら、今度は外で、近くに公園があるんでサッカーやろうっていう、ね、約束をしたんで、また戯れたいと思います。海外生活始めて15日目かな、もう2週間が経過してちょうど3週間目に突入という今日この頃でございました。で、禁煙はまあ相変わらず成功継続しております。そんなわけでハムロックでした。